指導レイ。4月からはですね、また新しい気持ちでですね、弓を引いていただきたいなと思っております。今日一日ちょっと健康管理をですね、注意しながらですね、試合に臨んでほしいと思っております。じゃあ皆さん頑張ってください。やっぱり大会なんかでも勝ったよ、競争するわけですね、競争してでも勝ったよって、その時にガッツポーズというのがないと。だからあれがやっぱり精神的な気持ちのやっぱり強さというか、そういうものでもって弓道をやっているということがありますので、やっぱりそれとか一番僕としても魅力だし、それぞれやっている方はですね、高齢者で90何歳の方がですね、現役で5、6がおられますので、それたちのためにもですね、やっぱり若い時から年取りまでできるというのが一番弓道としてはいいかなと思っております。はいはい、弓道はなんか自分が本当に頑張ったらそれだけ的中がついてきたりもするので、やはりそこが私の中では魅力かなと思います。質問なんですけれども、なんか努力すれば結果はちゃんと自分についてくる競技なので、すごくやりがいがあると思います。自分との戦いなので、平常心を常に保つようにというふうには思ってますけど、終わりがないからじゃないですか。はい、ずっと団員もありますし、最終目標っていうのもありますから、終わりはないんです。なので楽しいんです。はい、12年ですか。結構長くされてるんですね。まあね、68歳から始めたから、目標はね、死ぬまでやりたい